あ、辻元に。いや、僕嫌やから聞いてよ。これこれ、いや。ただいまより足立康氏に、どんな質問でも足立康氏がお答えする。康氏を裸にするコーナー。はい。はい。本当には裸にはしませんけどね。はい。それでは、一問一答、答えて、やっさーん。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ、それでは最初からいきますね。でもそれはね、あの上島選対本部長に任せれば必ず、いやそんなことはないから、やっぱりあのあれなんですよ、僕ね、あの大体票の動きを見るとね、あの等高制定なんですね、等高制定だ、どうしてもあの茨城で育ったから、でいつも池田で負けてるんですね、だから池田攻略っていうことがまあ一番のあれだと思いますが、まあ、攻略っていうと池田の人見てたらちょっとあれだけど、まあ、あのやっぱり弱いところをしっかりと、それからあの力をいただいているところをもっとね強くしていただくということで、またお願いをしてまいりたいと思います。よろしくお願いします。はい、あのね、結局ね、今あのツイッターでバトルをしてます。でバトルっていうのはね、まあとにかくね、その維新、今国会議員700人以上います。700人以上いる中で22人だけです、あの維新の国会議員は。だから私は全員が出る国になれと言ってるんです。ところがね、私が出る国になるとね、ちょっと出過ぎやって言うんですね。だから僕が出過ぎやったら君も出ろと。でみんな出たらそれが普通になるでしょ。だからそれぐらいやらないと、22名でね、立憲民主党とかを押しのけて自民党としっかり決勝戦、準決勝を野党と戦った上でね、決勝戦で自民党と張り合える、そういう集団にはなれないよっていうことをまあ言ってるんで、あのこれ結構確信犯なんでね、簡単にはやめないかもしれません。ちょっと皮肉を交えて、あ、もうちょっとダイレクトすぎる、あ、ダイレクトすぎる、あんま傷つけないぐらいの、もうすぐ傷つけちゃうんですよね、すみません。なんでみんなあんなに弱いのかね。あ、すみません、ちょっとすみません。はい、そうですね、今の制度はそうなってないんですね。党の代表、今松井さんのところを選ぶときは一般党員も投票することになってますが、国会の代表、いわゆる共同代表、国会議員団の代表は22人の国会議員団の投票で決めることに、まあ、投票決める仕組みも決まってないんだけど、まあ、いずれそうなってるんで、あのご指摘はあの僕もそう思いますので、あのそういう方向であのまた言っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。難しいですね、匿名希望。まあ労働組合があったらいいと思うんだけど、労働組合があったらいいと思うんだけど、労働組合が常にその民主系を応援するというのはね、ちょっとどうか、まあ、共産党とかね、まあ、そういう連合のあり方については僕は議論があるけど、ただそれは連合の問題っていうよりは、その連合に依存してる政党に問題があると僕は思ってるので、政党がもう少し連合の言いなりじゃなくて、もっと自立した政党に、まあ、民主系もなっていってほしいと思ってるし、まあ、労働関係法、ちょっとごめんなさい、趣旨がね、ちょっとよくわからない。はい、はい、はい。はい、これは、上島先生ね。ね、上島先生、なんか情勢聞かれてます？いやー、まあ、このオセロゲームみたいなもんね。オセロゲームみたいなもんね。23日の11時半にね、集まるんですね。僕も行きます。で、あの、おそらく24日の0時、1時、2時、夜中の1時、2時ぐらいに決まるらしいんですよ。そうですね。だから上島さんも私もね、あの大阪市内のね、のそういう場所にちょっと行ってね、で、行けたらバーンってやるんですよね。そうですね。YouTube であの同時中継するって言ってますんで、皆さんにも見ていただいて、これ絶対取らないからです。やっぱり G20 サミット来年やって、で24年には世界的規模の会議場とそれから展示会場などを作ってですね、大阪にですよ、で万博を2025取ってですね、この3つ揃ったらもう大阪間違いなくあのうなぎ登りになりますんでね、これはぜひともやりたいと思います。よろしくお願いします。はい、頑張りましょう。今ご質問あったのはご存知ないかもしれないけども、今あの奈良維新の会、奈良
あの維新の会の47都道府県の中で奈良と兵庫でちょっと内紛があるんです。でそれのことを心配していただいてるんだと思うけど、まあ、これもね執行部がもうちょっとしっかりすればいいと思うんですが、要は簡単にね除名にしたりね、簡単に離党勧告したりするんですよ。今の維新は、維新ってあの皆さんじゃないですよ、あの大体やってるのは国会議員なんですよ。僕はだから一貫して反対をしてます。そんなちょっとしたいざこざで追い出してたら誰もいなくなるぞということで、私はあのだからそういうあり方についてちゃんとケアをしていくし、執行部に対してもしっかり言っていこうと思ってます。しっかり頑張ります。ありがとうございます。あの放送法についてはあのご指摘の通りだと思います。でただね、で放送法の改正はあの、NHK がね今度はあのまず 4K、8K が始まりますね、この12月1日から。それから、ネット同時配信というのが始まります。でそれで放送法も改正されます。でもそれは微修正ですね。で放送4条とか含めて、放送と通信、電波とネット、この今までは別の世界だったものが、今例えば皆さんあのテレビつけてね番組見てると、家によってはねその番組が地上波の番組なのかインターネットかネットから来てる番組なのかわからない時あります。それぐらい放送と通信は融合されてきている、電波とネットは融合されてきてるんでね、それにふさわしい法制度にしろよと、まあ、いうご指摘でありまして、私が力を入れてる分野の一つでありますからしっかりやっていきます。はい、やっぱりラジオとかでホワイト FM、 はい、やっぱりねこれも既得権ですね。特に放送の既得権っていうのはやっぱりすごく強いので、あのしっかりそれはあのやっていきますんで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あの最低賃金はあの最低賃金の審議会っていうのがあって、中央にも地方にもあって、あのいろんなことでやってると思うんだけど、それが、違いが大きすぎるっていうことですか。そうですね、なんか違いが大きすぎてどうなってるのかなと。ああそうですか。あの例えば三宮と、まあ、箕面で65円の賃金が格差がある。箕面の方が高い、箕面の方が高いんです。高いでしょ、はい、うん、だから大阪が高いっていうことですね。ああちょっと差が大きすぎるっていうことですね。ああだから確かに三宮と比べてそれだとちょっと腑に落ちないですよね。ちょっとそれ改めて調べますわ。すみません、あの箕面と三宮でなんでそんだけ違うかっていうことね。そうなんですね。でもその基準の違いがね、まあその住民税が安いとか、まあ、物価が安いとかだったら分かるんじゃないか。なるほどね、なるほどね。ちょっと神戸物価高いやつ。そうですよね、だからおかしいよねっていうね。もうおかしいことは私に言っていただければ2時間で解決しますから、それすぐ調べてやります。それから安倍政権が水道 の民営化っていうかね、そこにあの民間の力を入れていくための、まあ、例えば今空港でもやってるようなそういう取り組みで、おっしゃるあれでしょう、稲井さんの問題意識は水道みたいな大事なものを簡単に民間に譲ってあかんということですよね。これはまあ完全に売っ払ってしまうわけではあの法律はなくて、民間の何ちか資本をね入れるけど、完全に売っ払ってしまう制度になってないので我が党も賛成をしているんです。ちょっとこれなんかね、あの外国の方でね、はい、えらいことになってるとこがあったので。なるほど、はい、皆さんこれちょっとスペシャルセッションでございますね、ベッド酒でも飲みながらやりましょうね。はい、はい、ありがとうございます、はい。どうなりますかって言うと1時間ぐらいかかるよね。1時間ぐらいいいですか。今の保険反対の箕面キャンパスの跡地の活用については、あ 結論から言うとまだ決まってません。で今民間事業者からもいくつもの提案が市の方に、来てまして、一番いいのは、あのまま校舎グラウンドを活用して大学が来るのがいいっていう話をしてますが、ただ
阪大が手放したものを他の大学がやってくるからなかなかこれは難しいと思います。青地域の活性化を踏まえて、あのスペースをどういうふうにしていくかということは今まさに議論をしている最中ですので、我々維新の会もいろんな提案を今させていただいているところであります。また経過が少し見えてくれば報告をさせていただきたいなと思っています。いえ、マイナンバーカードを使ってですね、マイナンバーカードっていうのは銀行口座とかも紐付けをして、管理をしていきますから、例えばその方がどっか勝手に行っちゃうとですね、生活ができなくなるとか、あるいは、補足しやすくなるとか、そういうことができますので、私はマイナンバーカードを使えば外国人の在留管理は今よりは圧倒的に強化できると私はそう。その心はあれでしょ、橋本さんが小沢一郎と飯食ったからだよね。橋本さんには聞いたんですよ、橋本さんに、小沢さんと飯食ってどうでしたかって言って、で橋本さんは橋本さんでいろいろこう主張があるんです。で小沢一郎さんは橋本、これ言っていいのかな、まあいいよね、橋本さんが主張されてる、例えば予備選っていうことを言ってるね、彼は野党の中で準決勝をもっと公開でやった方がいいということを言ってて、それをやることについては小沢一郎も賛成だったと。でただ今の枝野とか玉木とか今の野党の顔ぶれではどうせやらないよなということで非常に悲観的だったというレポートを橋本さんから聞きました。だから私は橋本さんが自由党と一緒になるなんていうことは考えてませんので、で馬場さんが代表になるというのはあるかもしれないけどね。しかしそれはまず私はあくまでも今日申し上げたように皆様に作っていただいた、ね、8年前に上島先生と一緒に作っていただいた維新の会、6年前に国会に送り上げていただいた維新の会をどうしてもやっぱり再考したいと思ってるんでね、もう選択肢ってとにかく維新でいくということで頑張ります。まず大阪府のちょっとことからまずいきましょう。大阪府が今取り組んでいる無償化はですね、全国も47府県で、一番トップでですね、私立の高校授業料の無償化をやったわけです。中学校を卒業してですね、高校進学する場合に公立でも私立でもどっち行ってもですね一緒ですよというふうな条件を作ったんですが、でね、200数十億の財源がそこで必要なんですね。それを作るのにですね、やっぱり所得制限は上の方で制限が必要であるということですね、560万だとか800万だとかいうところで、その負担額、10万円だけ負担してくださいとかですね、そういうのを変えています。で多子になるほどですね、2人より3人子供生まれた方がですね、得するような制度にはしてますが、やっぱり財源が限られている中で、最大のことをやると。で市町村が、例えば大阪市がですね、箕面市もそうなると思いますけど、その5歳児とかね、そういうところを無償化というのはそれは市町村で取り組んでいます。で、我々大阪院維新はですね、国のナショナルミニマムとしてですね、幼児教育からですね、高等教育まで無償化と、そのためには、身を切る改革だとか、地方分権改革が必要だと、この辺を思っています。それで今飯島先生からおっしゃっていただいた大阪府の状況が、大阪府が始めたで、憲法でその教育無償化を規定、今は義務教育は無償って書いてあるんです。憲法に義務教育は無償って書いてあるんだけど、それは小学校中学校だけ、これを、幼児教育とか、高等教育、反対のことも多いと思いますが、これを拡大する案を維新は出しましたが、自民党は蹴飛ばしてきてね、自民党はもっとこうふわっと訓示規定って言うんですけど、あまりガチッとしない、もう何とでも読み取れるような規定を今出してきてますから。それでね、先生、はい、お入りですよ。
あ、どうぞどうぞ。はい、ちょっと能力も落ちて、そういう制度を受けられるのに変えてますやんけ、うんうん、能力もないのに、なんでそのやらないのか。あ、おっしゃってるのは、うん、おっしゃってるのは、能力のない方がないって、ないってどういう人かわからへんの。能力がない人が大学に、大学に無償で行くのおかしいやろっていうことか。あのね、あのね、維新の会の、大学無償化の案は、ね、今の大学ではありません。もう徹底的に大学改革をすることが前提です。当たり前です。今のようなあの文科省ね、むちゃくちゃなあの文科省がやってきたあのむちゃくちゃな大学制度、そのままで全て無償ですよと言ってないです。ね、この前何もこう維新の会としてね、掲げとるけども、不思議でならんかった話ね。だから大学改革です。で、逆に言うと、あの例えばね、上島先生はじめ大阪の皆さんが私立高校の無償化やりましたね。で、それによって何が起こったかって言ったら、私立も公立も含めて高等学校の何て言うかな、改革が進んでるんですよ。改革が。ね、私らの頃はね、プリスをいっぱい作ったんですよ。コロナがね、いっぱい作ったんですよ。うん、年間3000人退学になってますね。あれ3000人。どこが？いや、大阪府で。中学いっぱい作りましたね。ああ。8校も。はいはいはい。でみんな今分かった。だから お父さんおっしゃるのは、とにかく能力、そうそう、能力ないのに勉強すんなと。いや、人ないもん、ね、だからおるから、やりたいもんは助けてあげる。だけどやらんでやりたいのはおるわけだ。これはね、すごく深い議論でね、うん、能力があるかないかっていうのはね、これもう大論争なんですよ、これ。それでそもそも例えば大学もね、ピカピカの大学じゃない大学がじゃあ意味がないかっていうとね、意味があるという説もあるんです。それは、いや、説っていうか、僕とか橋本さんとかはそれはそんな意味ないことないでと。やっぱり学生時代にね、学ぶことはすごく多いし、遊んでるように見えるけど、学生さんは遊んでるように見えても実はあれは勉強してんねんと、人生勉強してんねんっていう議論もあるから、お父さんこれまたスペシャルセッションで2人で飲みましょう。この大学は必要者だ。大学は必要者だよ。え、失業者親が養うてまんがな。ああ、18がみんな働きましたやろ。ああ、だから親のすねかじって遊んでると。そうそうそう、なんかいろいろ嫌な思いをいっぱいしてるみたいな。私らはね、もう働かねえか思ってたわけだ。でも今いっぱい若い、ま、働いてる。だから最近の若いのは軟弱やと。そう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 、働かねえか知らないから。それはいいんです。はい、お父さんありがとうございます。ちょっとやりましょう、ゆっくり。はい、行きましょう。続きまして、いや、あれね、あの、あれでしょ、川口さん、あの、知らん、あの、ちょっと先生方おかしいかな、あの、片山さつきがえらいでかい看板出してるんですよ。あれは本の広告だったりするんだけど、それから、例えば、よく僕らポスターするときに、弁士って言ってね、あの、要は演説会の告知をしますよね。誰も、僕は大きさの規制ってないと理解してないでしょ。だから、公職選挙法上、ね、その、そういう、その、何ていうかな、選挙運動ではなくて政治活動として集会を、演説会をやりますから、誰さんと誰さんが弁士です、来てくださいっていうポスターとか、あるいは広告の、そういうのは私は法律違反ではないと理解してますが、まあ、国会で議論されているように若干そうグレーだということを、まあ、脱法的だっていうことだと思います。でもね、そういうこと言ったら、あの、茨城の浦部君とかもやって、あ、それからあれもやってるよね、浦部副会議員もやってるし、あの、でかいの貼ってる、あ、言ったいなそれから池田のね、あの、原田さんの息子さんもやってるよね、あの、すごい大きい、あの、壁一面に貼ってるよね、あれも全部グレーです。でもグレーなことをやってる人はいっぱいいます、特に大阪の自民党にはね。僕らはね、あんまりやりませんけど、そういうことはちょっと言い過ぎですか、すみません。はい、あの、そういうことでグレーなんで、でも結局グレーっていうのは、あの、正直な人はグレーなことはやりませんから。だからちょっと悪めの人が得をするでしょ。で、そういう制度は良くないから、私はやっぱりこれは白、これは黒ってしっかり線引いて、その公正公平な競争をね、選挙でもやっていくべきだと私は思うし、そういうふうに制度をね、もっと整えていくように努力していきたい。
これはね、まあ結論から言うと確かに賛成をしましたが、NHK については先ほど申し上げたようなネット同時配信と受信料の問題、それから渋谷のね、NHK の奥社、社屋が大建て替えするんですね。すごいお金です。だそういうものについては厳しく見ていきたいと思います。なぜ前回一かっていうのはちょっとごめんなさい、ちょっとよくわかんないけど、まあちょっとそれしっかり見ていきますとしかしちょっと今日は言えませんね。誰かな、今あきらさん、匿名かな、あきらさん。ちょっとね、この NHK の問題はね、僕も実はね、なぜあれだけみんなね、予算だったら簡単に反対する人が NHK だけはみんな賛成するんですよ。 NHK 日曜討論に出たいからかなちょっとよくわかんないんで、これまた調べときます。またゆっくりやりましょうね。地方の維新とおっしゃってるのは多分大阪以外ということだと思いますが、とにかくね皆さん、大阪にやる箕面の皆さんは上島先生もやるし、市議団6人もいらっしゃるし、維新っていうのは流々としててね、で僕らも大阪で全体会議ってやるとね、今維新、大阪府下の維新の議員190名ですよ。190名の会議をやって、前には松井知事と吉村氏が座ってるわけですよ。それはすごい一大勢力なんだけど、これ大阪だけですから。だから問題は大阪以外の地域でどうやってこの大阪で やり遂げたような、まあでもなかなかこれ大阪でやったことをね、他の地域でやれって言われてもできるといないんですよ。なかなかできるといないんだけど、でもそれをどうやって広げていくかということを、まあ、今挑戦をしていかなあかんということで、まあ、誰もやらないのでちょっと私がちょっと暴れてるということでご理解をいただきたい。とにかく全国見殺しはしませんね。橋本徹さんに触発されて立ち上がった同志が全国にいっぱいいます。そういう方々がちゃんと思いを遂げて改革をね、その地域で成し遂げられるように、私は地元だけじゃなくて全国走り回って頑張っていきたいと思います。はい、ちょっと長いです。ニックネーム218さんからの激励です。足立さんこんにちは。草加ではありがとうございました。自分は足立さんがきっかけで政治に興味を持つようになりました。本当にたくさんのことを気づかせてくださり感謝しています。また理不尽な処遇、逆境に立たされながらもご自身の国民民主党の代表選の話題がテレビなどメディアでクローズアップされ、維新の代表選に出馬し、生き生きとご自分の思いや政策、日本の未来のことを本当より希望になってしまうのですが、ぜひ維新も代表選を行い、私たち有権者に分かりやすい形で、壁があり大変だと思いますが、日本のこと国民のこと本当に考えさせてくださっている足立さんの行動力と発信力で維新、そして日本の政治を変えていってください。これからも魅力ですが応援します。頑張ってください。読むのうまいね。めっちゃなんか噛めないやん。いや素晴らしい。いやありがとうございます。とにかく維新の会は松井さんはね、橋本さんと一緒に維新の会作ってくださって、皆さんと一緒に。だけど国会議員の代表は私は選挙で選ぶべきだと思ってて、今それを言ってます。で。今はね、国会議員団の代表を選ぶ選挙をどうやってやるかという代表選出規定もないんです。規定ぐらい作れって言ってるんですね、僕は。で規定を作った上で代表選挙をやる。片山虎之助さんはまあ偉い人だけど、もう全国遊説できないから。枝野さんも玉木君も全国回ってるわけです。うちだけですよ、じっとしてるのは。だから私は早く代表選挙をやる。で当然代表選挙やることになればね、立候補しますからね。皆さんまたよろしくお願いします。頑張ります。介護保険制度を悪くしないでくれっていうことですね。はいはいはい。本当にね、医療介護、まあ、年金もそうですけど、特に介護はすぐねターゲットになるんです。医療よりも規模が小さいけど伸び率が高いんで、財務省がパン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 叩いていくんですね。そういうことでおかしな制度にならないように、私もしっかり皆さんとご意見交換しながら、お年寄り その生活がねちゃんとお支えできるような安心な制度をどうやって作っていくか、これはもう本当力を尽くしていきます。それこそさっきじゃないけど、いろいろお気づきのことあったらもうメールいただいたらすぐ調べますしね、いろいろコミュニケーションしながら制度作りをやっていきたいと思います。ありがとうございます。これはちょっとその他になるんですが、報告をしっかり聞きたいと中村様が書いておりますが、
まあ、しっかり聞いていただけたんですけど、中村さんってどの中村さん。医者先生ね。あ、はい。河野太郎おりましたよ、あれ。河野太郎、うん、あれね、外遊から帰ってくるとすぐ街頭に立っとるわけですよ。あ、街頭、街頭に、はい、意識の会、皆さんね、全然街頭に立ちて報告しても見たことないんですよ。結構やってありますよ。いや、垂れてるんでやってありますね。毎日やってます。いや、サムライでやってますか。わしにも大体、うん、あ、サムライ一個へ来たら大体行くんやけどな、結局ね。あ、毎日あのキューズモール、あの美濃駅、ね、必ずあの食べて、あの私レベルで国会議員みたいな、あの足立先生みたいな立派なことはあの、いやいやいや、歌ってませんけど、少なくともあのいわゆる市議会議員レベルの地域に密着したことをご訴えさせていただきまして、共感を得ていただいております。最近では、はい、ありがとうございます。最近ではあの地域の安全安心、まあ、震災以降 の、 あの防災対策とかですとか、あと教育問題、これはあの重要ですんで、お伺いさせていただいております。ありがとうございます。そしてまた足立先生よろしく、あの伝えてくれという市民の方も多い、はい、今日先生ね、はい、こういう話は先生頑張ってます、はい、頑張ってもらう医師のために。今日のどうでしょう。いや知らんかった、これね。なんで先生ね、だから地区に見て国会のそういう報告してもらえるということが、先生全国回ったという話やから、あ、これはなるほど立派な人や。いやこれはほんま先生でもね、あのでもね、でもね、中村さん、西谷いますよね。え、中村さんじゃ誰。中村さんは誰。中村さんって誰ですか。あ、こちら中村さん。西谷さん、違うやん。大臣、大臣、大臣、はい、ごめんなさい、最後に一問だけ、あの、中村さん。ほんでね、街頭演説はね、でもね、あの、もっとやらなあかんと思ってます、僕も。あのね、確かに河野太郎さんの話があったけど、例えばね、辻元清美さん。あれもね、もうとにかく立っとるんですよ。だからあのテレビにもよく出てくるけど、やっぱり選挙強い人はね、立ってる。だから私もそれはもっともっとやらなあかんと思ってるんで、あの桜井駅で、いや、あの先生の声聞いた場所行くんですよ。はいはい、またあの皆さん一緒にね、もうガンガンやっていきますから。小田先生もね、桜井先生もいらっしゃる。え、声聞こえるところに住んであるんですか。そう、駅のすぐそばや。すぐそばですか。あと走っていくんですよ。桜井は確かに人口少ない。ああ、じゃあこれからもうサプライズばっかりやります。いや、 LINE で連絡取り合ってる公務員はいないと思う、僕は思いますが、もしいるならまあ問題ですね。そもそもあのそういう SNS とかはまあ注意してね、あの限定的に使わなあかんと、特に公務についてはそう思ってます。ただまあ最近はあの少しでもそういうセキュリティ上の問題があれば全部暴かれて、今もあの Google とか Facebook とか、まあ、問題になってますから、少しでもあの安全対策を確認しながらね。でも一方で、だから公務ではあかんけど、でも僕らの政治活動で皆様とこうつながっていくときにはね、やっぱり Facebook はね、今やっぱおじさんばっかりになってきてるんです。で、若い方は Instagram ね。で、やっぱり僕 LINE はね、やっぱりやらなあかん。 LINE やってるでしょ、皆さん LINE 使ってる人。あれ、でも そんな皆さんでもないのかな、半分ぐらいで、とにかく使えるものは何でも使って僕は発信をしていきたいと。まあ別に極秘事項をやってるわけじゃないからね。でもご指摘のように公務についてはしっかりとあのそこは対策というかをやっていかなきゃとこう思ってます。あなた調べておきます。はい、ありがとうございました。ちょっとお父さんごめん、次ね。それではですね、ただいまより今実はあの上島先生はじめ箕面の市議会議員の先生方も残ってくださっておりますので、ぜひあのここからはまああのフリーと言いますか。そうですね、本当はここから始まるんですよ。ここから始まるんで、ね、お父様よろしくお願いします。もう、はい、ということで、はい、今からですね、あの質疑応答フリートークの時間になりますので、はい、ちなみにあの一応1分くらいであの質問まとめていただきたいと思っておりますので、ね、いや、ちょっと待ってね。そうしましたら、簡単に手を挙げていただいて、簡単に自分のお名前とどこから来たか、はい、じゃあどなたかいただければ、はい、はい、じゃあ一番最初に挙げてくださったお父さん、はい、駅立ち、辻立ちをどうやって私はやってるんだと。そうですね、あんまり最近やってません。だからちょっとね、今日の
あのご指摘を受けてね、やっぱりあのもっと辻立ちを、行き立ちとか辻立ちをね、やっていきたいと思います。頑張ります。ね、はい。はい、稲井さん。これあの多分上島府議の方に質問になると思うんですけれど、質問でお願いなんですが、であそこね、間違えて中国道に入りたいのに間違えてまっすぐ行ってしまうっていうことが何回かあるこれは多分国道だから私の仕事かもしれません。ああそうなんですか、うん、あそうなんですね。あのしっかりあの連携して、特にあの警察とかね、はい、表示とかは警察も関係してくるので、あの府警とかとも連携をしていくことになりますが、これはね、あのどちらにどなたにお願いしたらいいものか。いやこれ誰に言っても僕らはもう繋がってますから。ああそうなんですね。だからとにかくボタンを押すとピピピッとこうなりますよね。で私たちだけじゃなくて、私の周りの方も、うん、あの間違って中国道に箕面に行くのに、中国道行かずに新名市に行って、であの間違えてまっすぐ行ってしまうっていうことがあるので、せっかくこうやってね今言っていただいたんで、これみんなでまた連携してね、であの近く箕面、あの宝塚のあたりになると緊張し持ってこう行かないと左今入らない。何回ぐらい失敗したんですか。二度ほどですね。でも夜なので、あの箕面、こっち帰ってくるのは箕面なので夜。あ、私も間違えた。ああそうですか。分かりにくいですよね。じゃあこれはねやっぱり 大変な問題だからね、宇島先生やる、ね、あのオーバーハングの、グリーンの表示ですね、はいはい、それがないわけですね。そうなんですよ。路面表示あるけど、そうなんですね、はい、もう一度場所を確認をして、はい、あのしっかり対応します。お願いします。はい、わかりました。でね、まあ、国道だから僕かもしれないんだけど、まあ、連携してやるし、ちょうどね、この間ね、この夏からね、私の大学の同級生がね、大阪国道事務所長になったんですよ。だんだんみんな偉くなっててね、だからあの電話1本ですから、5分、ね、適当なこと言ったらこれ、できるものはできる、できないものは 何が理由かっていうのをすぐやります。今度はあのちょっと家行きますから。はい、ありがとうございます。電話しますね。はい、ありがとうございます。続きまして一番角の奥の、はい、こんにちは、はい、まあ、最近私だけじゃなくて、あの吉村市長とか橋本さんとかも発信してるんだけど、この間ね私ねあそこ行ってきたんです。大阪市内のね真田山真田山のね陸軍墓地っていうのがあるんです。旧軍墓地ですね。旧陸軍墓地ですね。でこの間の台風21号でもうあのいっぱい倒れてて大変だったんです。でこの間あの東徹さんなんかボランティアと一緒にそれ直しに行ってたんですけど、でそこの話も伺いましたけど、結局日本の今の問題は救助という人たちがね、まあ、靖国のことは靖国神社のことはいろいろ問題にしても、そういう足元手元の国のために命をね、あの、亡くされた先人たちのお墓をそういうないがしろにしているような状況がいっぱいあるわけです。だからそういうなんていうかな、その口だけかっこよくて、まあ威勢がよくて実際にやるべきことをやれてないというようなのが今の日本の現状です。例えば救助改正してもっともっといろいろこう活動、自衛隊がねもっと地球の裏側で活動できるように仮に安倍政権がしていくとした時に、じゃあその時にその亡くなった方、あの亡くなるって戦死をされた方の対応とか、それから敵から攻められた時に日本人がいっぱい亡くなりますね、その時の保障の問題とか、いずれにせよさまざまな制度が日本は不備なんです。だから私はやるんだったらちゃんとやる、ちゃんとやらないんだったらダメよっていうのが私の立場です。だから先ほどここで申し上げた救助の私の案というのは極めて抑制的に、自衛隊の違憲性だけを払拭するためだけの規定に私はなっています。ただ、おっしゃるようなとにかく今の救助を絶対堅持という立場では私はありません。
私はむしろこれだけ の,、まあ、あの世界の安全保障環境、東アジアの安全保障環境に即した9条の改正をすべきだという立場です。まあ、ご意見ちょっとちゃいやあのご意見ちょっと違うかもしれませんけど、あのまた家行きますので続きまして まさにね、税は国家なりというように国会議員が議論すべきことの最大のテーマの一つが税制です。誰がご指摘があったように消費税についてもさまざまな議論がある。でご紹介した平成元年から続く消費増税というのは今は財源が足りないから増税するんですけど、最初の頃平成元年に消費税導入した時は直間比率の税制って言ってたんです。まさに直接税と間接税の比率をね是正していこうとしている。で私はそれはそれでやったらいいんだけど、むしろ維新の会が、6年前8年前から維新の会で議論してきたのは直接間接とは別にね、不労課税とストック課税っていう議論をしてて、結局法人税とか消費税っていうのは結局取引にかかる付加価値にかかるから、そこに課税すると取引がこう沈むんですね。でそうじゃなくていっぱいストックしてる人、ストックしてるとはそのストックを使ってないわけだから、例えば会社 の内部留保もそうかもしれない、まあ、それちょっとまたいろんな意味があるんだけど、とにかくストックにもう少し課税させていただいたらどうかという議論を僕ら維新の会は創設以来してきています。でもそういう議論はほとんど自民党政権はしてません。なぜしないかといったら票を失うからです。だからやっぱり日本社会の未来のことを考えたら多少そういう有権者の反発があっても、私はまあ、端的に言うと相続税とかね、まあ、そういうことも含めて、議論をもう少ししていく必要があるかなと私は思っていますが、それから維新がずっと言ってるのは消費税は消費税でいいとしてもそれは地方税にしようって話。消費税っていうのは景気の変動の影響を受けにくいんですね。法人税所得税に比べてそのおいしい税を国がガーン握ってるわけです。僕ら地方分権政党ですから、そういう変動の少ない税源は財源はその住民サービスをやっている地方公共団体こそ、今も地方消費税ってありますけど、その比率をもっと上げて消費税の地方取り分をもっと上げるべきだという主張を今しています。で昨日小池さんが松井さんとか会いに来てましたけどね、まあ、そういう議論ちょっとがあそこで握手するかなと思ってね、僕ちょっとあれ反対なんですけどね、小池さんに握手しなくていいやんって僕はねえ、あれはねちょっとまだ話すと長くなるんでちょっとゆっくりやるんですよ。これね税の話はねとにかく奥が深いんで、もう税だけで3時間ぐらいやらなあかんので、またどこお住まいですか？桜井。あ、桜井です。桜井A になります。じゃあ桜井また行きますんでちょっとね、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続きまして、はい、地元にね、朝鮮 の韓国ね、最高裁の判決ありました、はい、あれどう思うか聞いてほしいんですよ。維新もなんか発表したのは反対か言うてないでしょ、維新も。おかしいことをね、これ公式には。まあ、政府も政府は言うとるけど、あ、まあ、維新としては政党がどう思うか言うてない。そうかな、辻元に。いや、僕嫌やから聞いてよ。このドラいや、先生の話聞いたらね、松並健太ですか、高橋君でも。松並健太さん。ああいうのはね、やっぱその街頭でね、先生の話をさせないかも、あれ。はいはい。うん、辻元に聞いたら、もう、あいつも反対しゃあないな。ほんまに、めちゃくちゃないですか。今度一緒に高橋聞きましょう。どうも。はい。常識的に考えると代表選出規定っていうのを作ると、普通は推薦人っていうのがね、何人以上の推薦人がいなければ立候補できないという議論はあります。ありますけど、今私よく友達がいないって言われますけど、そんなことありません。よくないです。いや、一応その喧嘩吹っかけてるからね、いろいろまあそう言われるけど、でも危機感を持ってる人はいますから、このままではいけないと思ってる人はいっぱいいるわけですよ。その人たちがこそっとね、応援してるぞ、みんなね、隠れて応援してるぞって言うんですよ。そうですか。はい。
ご指摘のように北朝鮮の核兵器の問題は全く解決に向かってないので、あの一時の危機感がマスコミも薄れてきてますから、これについては核ヘッジということでね、まあ、まあ端的に言うと北朝鮮が核兵器を持ち続けるのであれば日本だって核兵器に手を出さざるを得なくなるけどええのかというような喧嘩を売るぐらいのことはしとかないと、いやいや、まあそう簡単じゃないんだけど、だからあのそういう議論をまあおっしゃってるわけで、あの私も橋本さんもそういう議論はしてるし、あのしっかりまたそういう議論をしていかないとね、核兵器国に囲まれて本当に日本を守りきれるのかというご議論はあのその通りですね。はい、ありがとうございます。もう最後の質問となります。前から4列目の全くご指摘の通りで、あの来てくれた人は帰ってくれません。でも自民党はね、賢いから、賢いって悪賢いから分かってると思いますよ、帰ってくれないって。だから自民党は今騙してるんです、国民に帰ってもらうって。帰ってもらえない、帰ってもらえないことも大体想定してるけど、帰ってもらいますと言ってるわけです。でも自民党っていつもそうですよ、そうですよっていうか、それはあの賢いんですよ、ある意味で。ゆっくりね、ゆっくり国民の皆様の肩を揉みながら、国民の皆様の肩を揉みながらやっていくわけです。だから気がついたら変わってるっていうことになるのが自民党の政治なんです。で、これからの時代は、昔ね、高度成長期はそれで良かったんです。だって日本が進む道は一本だったから、お金もいっぱいあったから、だから自民党政治というものでそれで回ってたんですよ。でもこれからの時代はどっちに行くか、皆さんに決めてもらわなきゃいけないです。左に行くんですか、右に行くんですかっていうものを選挙で選んでもらわなきゃ、選んでもらわなきゃの時にやっぱりはっきり言った方がいいでしょ。だから僕はこれからの時代は、まあ、自民党も素晴らしい政党だけど、自民党のやり方、ああいう、まあ、あの緩いっていうか、その曖昧戦略って言うんです。わざと曖昧にするんです。はっきり言わないんです。で、維新の会ははっきり言うんですね。あのなんかオスプレイを八尾空港に持ってくるぞとかね、あるね、選挙の2回目の選挙だったかな、橋本さんから相談されたことがあるんです。足立さんだけだけど他にも議員いますけどね、今原発の核使用済み燃料の最終処分場って問題になってて、未だに決まらないでしょ、場所。自分の選挙区に最終処分場を誘致するというのを公約に入れないやつは公認しないって言うんですよ。橋本さんらしいでしょ。で、最後それはみんなの反対にあって潰れましたけど、そういうのが橋本流だし、まあ維新流なんですね。だから僕たちはもう嘘はつかない、曖昧にしない、これから日本はこうなっていきますけど、どうこう、ありがとうございます、こうしましょうということをね、はっきりと皆様にお示しをして、ご相談をして、ご判断を仰ぐ、選挙でご判断を仰ぐということをやっていく、そういう政治の手法が全然違うということをね、そういう古い曖昧戦略がいいのか、はっきりと皆様にご相談して情報公開してオープンに議論していくのがいいのか、そういう政治文化を選び取っていただく、これが維新の政治だとね、私は思っていますので、またあの青もまた行きますね。はい、ありがとうございました。これで質疑応答の時間を終了させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。